始まりましたミルク作家アカデミーでございます。井上です。どうもミルク佐藤です。お願いいたします。今日はこちらですね。ドン台所事情シリーズジェフユナイテッド千葉編でございます。どん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 よろしくお願いいたしますと。お願いします。さあ北からカテゴリーのね、垣根を越えてバーッとお送りしているこのシリーズ、ついに関東までやってきておりますと。そうでございます。夏時期終わったばっかりですけどね、冬の、どうなるのかとか、今後どうなるかを世代ポジション分布を図解でね、お送りさせていただきたいと思います。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。うん、いやジェフがですね、ちょっと実は変わりつつあるんじゃないかっていう話がちらっとありまして、はい、いわゆるね、はい、ジェフと言ったらやっぱりオシムの時期があるじゃないですか。そうですね。はい。あの時こう、ほら、自分たちのやっぱ新卒の方々がいて、うん、そのね、生え抜きでこう、ぐんといったっていうのがあるんですけど、ちょっとその時期が近づきつつあるのかもしれません、なんて話を。あら今日はしていきます。あららららら、本当に。思います、はい。ということで、今日皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いいたします。でこちらの方行きましょう。はい、ドン。こんな感じとなっております。年代、ポジション、世代分布、こんな感じでございますと。で、まずは表の見方をお伝えしていきたいと思うんですが、はい。一番上の部分には過去3年間のね、成績乗っけておりますと。うん、で、真ん中の部分には左側ゴールキーパーがピンク色になっておりまして、はい、その右側ずーっと行きましょうと、うん、そして右側なんですが、センターバックが青、サイドバックが水色となっております。で、オレンジが守備的なミッドフィルダーになっておりまして、黄色がオフェンシブなミッドフィルダーとなっております。うんうん、黄緑がサイドアタッカー、ウィンガーになっておりまして、緑がセンターフォワードとなっております。はい、そして縦軸が生まれ年と現在の年齢、上に行けば行こうとベテラン、そしてオリンピックのね、4年刻みで表記されております、はい、ということで、下はインアウト、うん。そして、このベタ塗りになっているこのピンクのところは先生。はい。ここの辺に入ってくるといいなっていう予想でございますね、す冬に。はい。いたしますよ。ここら辺がちょっとね、千葉面白いんじゃないかなっていうところで。で、千葉というチームはですね、はい、最近主に2つの軸があります。2つ。はい。はい、1つが、うん、高卒をちょっと取ろうぜっていうのが、ここ数年ずっと続いています。で、プラス、はい、大卒はそんなに多くないんですが、うん、まあ年にいても1人かなぐらいなんですけど、うん、あ、そうですか。はい。ただその代わり、はい、実績、かっここの実績ってのは、しかも、うん、フル代表経験者とか、フル代表そう、A 代表経験者とか、はい、もしくは世代別代表でも相当な名前売った人とかが、うん、結局この千葉にやってくることが、まあ多いなっていう流れが続いております。はいはい。まあ分かりやすく言えばね、安田選手とか、鈴木大輔選手とか、ね、はいはい、ね、田口大志選手とかそうですけど、もちろんそうか、その手がまあ、はいはい、そうそうそう、やってくることが多いよ、うん。それを頭に踏まえた上でいきましょう。はい。まずは左側ゴールキーパーでございます。うん、ゴールキーパーはそれこそ荒井翔太選手が急に移籍とかない限りは、そんなにこう動くことはないんじゃないかな、というところなんだけど、強いて言えば若手ゴールキーパーの二人、相澤選手、松原選手、特に松原選手あたりは、結構ね、まあハイラインとかでもこう対応できそうな、ビルドアップ型のキーパーでもあるので、ちょっとどっか、こう練習にというか、武者修行に出すのも、まあありなんじゃないかな、なんてこと。19歳でございますもんね。そうなんですよ。まあ同じ世代でこうやって二人っていうふうになるとね、まあどっちかがキーパー仮になれたとしても、もう片方終わったとこになっちゃうんで、まあ片方一回修行出すっていうのも面白いんじゃないのかなというところはあります。はい。で、続いて見てほしいのが皆さん、まあさ、はい。ちょっと青を見ていただきたい。青。はい。センターバック。はい。そうなんです。うん、青、真ん中の乾選手、今、レンタル中なのでで考えると、うん、青できる人、まあ、4人です。はい。このチーム、3バックやってます。ちょっともうちょっと欲しいってことですよね。欲しいなんですよね。はいはい、そこでね、うん、私、この人いいんじゃないかっていうのを入れてみました。あら、書いてる、書いてる。え？川崎フロンターレ、山村和也。いや、そりゃどこも欲しいよ。どこも欲しいでしょ？でもちょっと2年ぐらい前思い出していただきたくて。はい。ルヴァンカップ2019のね、うん、決勝 MVP になった荒井翔太選手が、うん、それこそどこで行ってもすごい選手じゃないかっていう彼が、うん、まあ、千葉に来たわけです、ね。はい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 。それと同様に山村選手と思えば、はい、千葉にある流通経済大出身でしたよね。あ、そうか、なるほどね。そうそうそう。千葉にあるって、まあそうですよ。そうなんですよ。で、実は、
このジェフって。いっぱいいますよ、流通経済大出身の人は。そんなこと言ったら。でも、はい、そうなんですよ。流通経済大出身とか、琉慶柏とか、市船とか、はい、そういう感じの選手が結局この千葉に集まることがケース結構多いっていうのがあって、うん、そうなんですよ。なんで、川崎でももちろん、ポジションはあるんだけれども、まあ、スタメンっていうわけではないよって山村選手を、ね、この千葉もし獲得することができたら、センターバック3ポジションプラス、ボランチのポジション含めて、まあ、6ポジションほど彼でできるんじゃないかってところは、ね。取れれば理想っていう先生のお見立てっていうことでしょ、ね、はい、はい。なんで、ここ狙ってもいい。なるほど。一番狙うと、それこそさっきの安田、鈴木、大輔ラインに彼は入ってるんじゃないのかなというのが、ううね、なんとなくの予想ではありますけどね。なるほどね。うん、はい、ということでございます。ですよ。で、千葉はそんなにいろんなポジション全部こうガラッと変わるわけではないんですが、うんうん、大変革起きそうなのが、ね、水色サイドバックの位置でございます。はい。実はサイドバック上から安田、米倉、伊藤、溝淵、本村、小田、杉山といるんですけれども、うん、実はですね、うん、上から3番目の伊藤選手は、はい、今年まだ今ここまで30試合くらいやってきましたけど、うん、まだ6試合9試合ぐらいしか出てなくて、で、その下の溝淵選手今栃木行ってて、うん、で、本村選手は今北九州行ってて、はいはい、で、小田選手来てるんだけど一応レンタルでもう来年か戻っちゃいそうとかってのもあり、うん、で、杉山選手も讃岐行ってるってのがあって、うん、ほぼ今年安田、米倉プラス、ね、レンタルで来てる小田みたいなところになっちゃってるので、はい、はでしかもね、サイドバックというよりかはウィングバックのチームですから、うん、オフェンスの選手がそのね右のウィングバックとかやることも多くて、はい、実は米倉選手とかでもそこそんなに出てないんですよね、うん、そっかそっか。なんでこんなにこのポジションに人いらないぞってことで、うん、結構ここは人数整理が起きちゃう可能性はありそうですと。なるほど。ほうほうほう。まあとはいえ、例えば本村選手もう一回レンタル延長とか、溝淵選手も例えばレンタル延長、うん、で、小田選手がただね、レンタル中だからまあ帰るとかで考えたら、はい、単純にレンタル関連が整理されればね、人数整理もそれなりに進むのかなってところなんですが、一、うんうん、人いいのが来たの。まあさ、はあ、三菱洋和から、はい、西久保俊介選手というのが来たんですけども、はいはいはい、18歳。そうなんですよ。まあ、来期からね、まあ、新加入ということになるんですが。それで22年って書いてあるんだね。そうなんでございます。うんうん、彼はおそらく、もう早ければ来年、はい、遅くても3年後の千葉の右ですね。はい、ああ、そう。右の翼。ああ。なんなら、この翼は J1 まで届けてくれるんじゃないかなっていうぐらいの。何うまいこと言ってるんですか。ありがとうございます。そうなんですよ。期待の西久保選手なんだね。そうなんですよ。だからある意味こうね、最近もともと右米倉左安だから逆に右安田左米倉なんてこともありましたけど、うん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 、元ガンバのこの二人のところからこの西久保選手あたりにこう継承されていくっていうのがこれから 2,3 年で進むのかななんて。この二人は継承したいよね。輝ける。そうですね。実績を持ってるから。そうなん、はい、ここちょっとだから面白く進むのかなというところでございます。うんうんうん、続いて今度ボランチ。はい。ぎっしり世代が固まってるんですね。そうなんですよ。はいはいはい、なんでここもそんなに起こらないかなとは。思っていて、うん、で特にやっぱねまあ、たまにこう怪我はあるけれども基本頑丈なやっぱ田口、はい、熊谷なんていれば、はい、まあそんなに困ることもなく頑丈な怪我も少ない、はい、で最近千葉すごいのが、うん、ちょっと5年ぐらい前のサンフレッチェ広島みたいなことをやっていて、はい、60分から70分ぐらい行くとボランチ1枚変えて、黄色の位置にね、高橋一生選手を投入するみたいなこととか結構多いんですよ。要は、なんか、やっこのね、密集したとか、すごい過密なこの去年、今年みたいな時期を、なんかうまくこう、みんなの運動量を兼ね備えながらやってこうぜっていうのが、すごくうまくいってるっていうのもあって、で、ボランチもね、センターバック同様、正直人少ないっていうのはあるんだけど、賄えちゃってるっていうのが唯一言えばあるのかなと。だもし強いてこの千葉がやるべきなのがさっきの山村和也選手同様ですけど、J1 クラスの人はあとは強いて言えば取ってくるぐらいなのかなってところなんです。現状メンバーだったら問題なくやれてるっていうところがあるから。あるとすれば、セントラルミッドフィルダータイプで、甲府の野津田学人選手だとか、ここもね、世代別代表経験者ですし、うん、あとはもう、ちょっとね、鈴木大輔選手を引っこ抜いた時と同様、うん、ある意味、浦和から芝と海みたいな、そんなところ。やるならもうこういうレベルしかちょっとないかな。ぐらいになるとそうなのかね、もうね。なのかなと、こういったところでございます。はいはいはい、
あと前線に関しては、もう現状のメンバー、J1 まで行ってもおかしくないぐらいの、それこそメンバー揃ってるので、うん、今年の冬ありえそうなのは、ちょっとここら辺と。うん、オフェンシブ、黄色のところ、あ、黄緑のところにいますね。うん、三木選手、そして、はい、あと緑のところの桜川ソロモン選手。ちょっとこの二人が、J1 クラブあたりから狙われちゃってもおかしくはないのかなっていう。まあ、出したくないでしょうけどね、出るってことになったらまた誰かを入れなきゃいけないっていうこともあるでしょうね。そうなんですよね、うん、特にやっぱソロモン選手は下部組織出身でもありますしっていうのもあるんですが、なんかね成長の仕方が本当オナイユアドを彷彿とさせていて、それもちょっと上って感じがあるので、ある種代表のねトレーニングパートナー的なねやつも言ってましたもんね。だから期待さすがに J1 から職種がないはちょっと考えられないだろうなっていう、もちろん本人とかチームが拒否することあったとしても、さすがにそれはあんのかなっていうところはありそうですと。ただこちらもすでにも着手はしていて、すで、はい、に下部組織から、佐久間選手、そして斉藤選手って二人の昇格を、千葉決定させているよというのもありますし、さらに今年高卒1年目のブワニカ啓太選手、はい。彼も序盤からね、活躍見せてきたってところがあるから、あとは、ね、今年海外から来ましたけども、サウダーニャ選手。サウダーニャ。ここら辺がピタッとハマってくれてるってのがありますから、そう考えると、まあもちろん痛手なことには間違いないんだけど、うん、まあまあ出てった場合だったらその分の移籍金とかで考えてどうにか補填とかっても考えられるんじゃないかと。はい、はいはい、なるほどね。うん。あとはありそうな人っていうと、千葉先ほどね、米倉、うん、安田みたいな話も言いましたが、うん、他にも過去ね、下平匠選手、今何月かな、はいはいはい。もうそうで、ガンバから千葉に来ること結構多いんですよね。ああ、そっか。確かに。すると、うん、今年なかなかお怪我もあって出番なかった、フォワードのガンバのね、うん、白井春人選手とか。うん、ちょっとね、やっぱ世代別経験世代でもあります。彼取ってくるなんてこととか。現状、今のね、03ジャパンなんてところに呼ばれている、流通経大柏高校のセンターフォワード、川端選手なんていうところとか、そのあたり一番なんか目をつけてきてもあるんじゃないのかなってのが。それはその、あれでしょ、つながりとか、欲しいだろうなという、補填したいだろうなっていうポジションの分布で、先生はそういうのが理想なんじゃないかなというお見立てでございますね。ところでございますね。はい。ってことで若い選手結構入ってきそうな感とかすでにね、西久保佐久間、斉藤さん選手来てるってところもありますし、ここ数年で考えてもやっぱね、高校卒業の先生行っても、まあ高橋、伊勢杉山など含めて、まあ相沢、松原、桜川、ソロモン、ブアニカ、佐久間、斉藤、西久保でいっぱい来てるところもありますから、そんなね、選手たちがこう数年後こう育ってって千葉をドンと、あの時のオシムジャパン再来みたいなこと。やっぱ降りての歴史ありますし、こう信頼のベテランからね、若手の突き上げまでっていうね、うん、層の厚い感じが見て取れますけども、期待ですね。本当そうですね。わかりました。こんなジェフ千葉の台所事情シリーズでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。このシリーズね、全チームやっていただきますとプラスですね。うん、見る明かりは毎日いろんな話題でお話しさせていただいてます。ぜひチャンネル登録ポチッとしていただきたいと思いますね。お願いします。はい、というわけで高評価ボタンもよかったら押しておいてください。お願いします。はい、チャンネルそしてメンバーもやっております。よかったら概要欄ご覧ください。井上まあでございました。ノーミルクソトでした。ありがとうございました。さようなら。